ドクター、お疲れ様。今日は公式生放送だ。今回もドクターのためにいくつもの情報を用意した。生放送楽しんでいってくれ。ん？仕事を休んでもいいのかって？こんな時まで仕事しようとするとは。ドクターは働き者というか、なんというか。いいか、休むのも立派な仕事だ。優秀な人間は仕事と休憩のオンオフの切り替えがうまい。今後の任務を円滑に進めるためにも、今日は生放送を楽しんで見ていってくれ。ん？それなら私も休むべきだって？なら今日は一緒に一休みして、生放送を楽しむことにしよう。アークナイツ公式生放送スタートだ。私、山口恵と申します。どうぞよろしくお願いします。戦役の石上静香です。本日の生放送、ゆっくり休んで一緒に見ようじゃないか。ドクター、よろしくお願いします。休ませてくれる。アークナイツ公式コスプレイヤーの伊織萌です。よろしくお願いします。お願いします。可愛すぎる。ちょっと、ヨースターアークナイツ PR 担当の横山です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。横山さんいないと始まりませんから。あ、ありがとうございます。よろしくお願い。アークナイツレポート。もうちょっと馴染みになってきましたでしょうか。まあ、思い出していただくっていうのもありつつ、こんな感じでした。まあ、特徴としてそうですね、特徴としてはまあ32等級までありますが、はい、まあ結構ね、今までのに比べてよりこう上の等級までクリアされる方が増えてきたなっていう印象はありつつも、やっぱり上の方はかなり少数の猛者たちがクリアしてるなという感じがあります。とりあえず基本は続いてのレポート見てみましょう。こちらでございます。はい、今の無秩序な航空のオペレーター使用回数ランキングの星4オペレーター対象です。はい、うんうんうん。星4を見てみたので、次は何でしょうか。はい、星5を見ていきたいと思います。はい、やっぱコスト回復、エリジウム、まあ、天人科かエリジウム等か、星4天人科、なんなら両方入れてる、両方入れてる、両方入れてる、多分両方入れてる人結構、まあ、人数制限がない系だと両方入れちゃってるパターンの方が多いかもしれないですね。はい、では星5ということは、星6をお見せします。はい、お願いします。こちらです。わかりますって感じが。うん、まあ、さあ、それではもう一つランキングがあるということなので見てみましょう。じゃあスライドお願いします。今までの踏まえてまとめるとこんな感じです。天人会ね、全部今までのひっくるめて1位っていうのが、やっぱそのコスト面が相当必須だったのかな。そう思うと星5の1位ってエリジウムだったじゃないですか。はい、アークナイツ最新情報パート1、入りました。え、かわいい。はい、なんとスポットの進行でプロフェッショナル。こっちの書類はこっちで、ドクター起きてますか？お疲れなら戻って休んでも大丈夫ですよ。二人ともすまないな、せっかくの休暇に。いえ、困った時はお互い様ですよ、ジェンさん。私たちが手伝えることといえば、公開可能な書類の仕分けくらいですし、それに元はといえばロドスの任務のフォローが重なってジェンさんの公務に支障が出てしまったわけですし。しかしだな。いいえ、ジェンさん、そもそもロドスの任務のフォローに関しても無理して対応してくださったじゃないですか。そのお返しです。アーミア、すまない。それではお言葉に甘えよう。はい。こうして改めて見ると、論面での事件や事故に関して初動の対応がうまくいっているのがわかりますね。さすがです。ああ、
ロンメンの治安を守るために日々常に警戒態勢を敷いているからな。だがそれでもまだまだ課題は多い。ただこれとこれも。チェンさん、この書類なんですが。どうした？何か気になることでも？チェンさんの担当される任務の達成や解決率は非常に高いのですが、備品や物資の使い方がたまに豪快でして。ああ、それか。逃走中の相手を捕まえるために致し方なくな。問題解決を優先した。なるほど。実はこの経費回りの件でちょっと現場からロドス側にも相談が入ってまして。相談？まさか。ええ、スワイヤーさんから。やっぱりやつか。スワイヤーさんはスワイヤーさんで、逆に経費や予算に対して厳しすぎるかもしれませんが、とはいえ予算も無限にあるわけではありませんから、もう少しだけ任務の状況に応じた対応を心がけてもいいかもしれません。うん、やつに言われるのは尺だが。いや、善処しよう。ドクターも人ごとのように笑ってはいけません。先日皆さんの前でドクターの特技の口の中でインスタントラーメンを作る実演を失敗した時に、ドクターと目の前にいたエリジウムさんのコートをクリーニングすることになってしまったじゃありませんか。ドクターはそんなことしていたのか。それはぜひ見てみたかったな。もう二人して私ばっかり注意してるみたいで。いや、すまないアーミア、機嫌を直してくれ。そうだ、先日おいしいお菓子をいただいたんだ。休憩にしようか。ロンメンの有名なお店のお菓子だからな、きっと気に入ると思うぞ。ほら、それにドクターも今日はアーミアのために口の中でインスタントラーメン作りを特別に激辛でやってくれるらしいぞ。普段と違う特別版だ。冗談です。お返しに二人を困らせてみたくてごめんなさい。してやられたな。さあ、それじゃあ休憩も兼ねて、さっき言った通りドクターに口の中で激辛ラーメン作りをするところを見せてもらおうじゃないか。はい、楽しみです。アークナイツ最新情報パート2。お、早速なんですが、また VTR をご用意しておりますので、そちらからご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。私の罪、呼び声が耳元でこだまする。さすらいの歌い手は領有を追い海辺へ至る。今が敷地の呪縛、開口の果てに明かされた真実とは。アークナイツサイドストーリー、潮汐の下。下流と一人、陸へと。こちら開催期間が、今年の10月21日16時から11月の4日までとなっております。綺麗、うん、はい、美しい、勲章を獲得しようというところで、うんうん、今回も、ストーリーイベントの勲章が実装されます、うんうん、今まではあの集め切った後の一番最後の勲章だけ生放送でご紹介してたんですけども、うんうん、まあ、結構この見ての通り綺麗というか、すごい印象的な、うんうん、
綺麗な勲章が多かったので、今回はちょっと全部お見せしてみようかなというところで全部見せております。たくさんありますね、はい、今回も新たな敵が登場します。で、まあ、ちょっとアニメ PV とかでも、なんとなく出てた感じあると思うんですね。いた気がする。そうです、まあ、アビサルとかがテーマで、かつ、まあ、アビサル自体が海とかがテーマなので、ちょっとこう、まあ、深海というかこう海っぽい感じの生物に見えるような新たなギミックがいくつか登場します。はい、で先ほど知らないのがある。そうですね、多分初めて見られたと思うんですけども、一番左側は神経ダメージが先ほど説明したものでして、一部の敵は神経ダメージをオペレーターに与える、能力を持ってますと、はい、で何か新オペレーターグレイディアを入手してください、うん、さっき PV にいた人だ。そうです、はい、美しい、一応映ってた、はい、でなんとレアリティを見てほしいんですけど、星 6, の 6? 星6がなんとイベントに無報酬の一部で入手できます。ご紹介します。はい、美しい、特殊オペレーターということを踏まえてご覧いただきましょう、はい。で、特性としては強制移動スキルを持ってまして、うん、で遠距離マスにも配置ができます、うんうん、この切っ先があなたの心臓に滑り込むまで1秒もかかりませんわ。この切っ先があなたの心臓に滑り込むまで1秒もかかりませんわ。ご命令の通りに、おもちゃで遊ぶのもここまで。はい、リミテッドスカウト新東が開催決定です。おはい、星5オペレーター赤冬さんです。前衛です。甲冑みたいのつけてる。ちょっとかっこいい、はい、昇進するとこんな感じです、うんうんうん。で特性としては味方の治癒対象にならずに、敵を攻撃するたびに自身の HP を回復します。ここにおるぞ、見てや、抜くぞ。ここにおるぞ、見ておる、抜くぞ。わあ、やってまいりました。星6ケルシーです。ケルシーだ、すごい。本編ではずっと出てたのに、そう、やっと。嬉しそう。何やる後ろ。はい、特性としては、まあ、回復なので味方の HP を回復していく。状況は目覚める。状況はモンスター。状況は。はい、スカジはスカジでも濁心スカジです。なんか雰囲気が違う。新、おー、すごい。結構いろいろ書いてあるんで、読みますと、はい、特性としてはまず攻撃をしない。へー、しない。はい、攻撃範囲内の味方全員の HP を継続回復してくれます。もう一人じゃないわ、私についてきて、永遠の故郷に帰りましょう。何がしたいの？従うわ。空気に陸地に乾きすぎる。
お取り切りできた。ありがとうございます。ありがとうございます。え、すごい。引きだとこんな感じで、どこか見たいところはありますか。足。足。絶対言うと思いました。太ももの。あ、すごい。こんな感じです、ね。いや、髪の揺れ感がなんかちょっと水に浮いてるような演出に見えて、すごい素敵。これはイオリンコスプレする時も助かる機能です、ね、助かりました。 裏見えるのって、ね、そうですね。なんか腰にリボンついてんだとか、うん、髪の毛一回真ん中でまとまってるんだとか、確かにめちゃめちゃ分かりやすいますね、うん、ちょっと私顔のアップ見たいです。いや確かに表情すごい、最大がこれなので、ちょっとなんか表情変わるんですよ、うん、口開けてはって顔してるのの後に、うん、さっきちょっとニコってしてましたね、うん、してますよね。あれこんなおしとやかそうなキャラでしたっけ。結構ちょっと雰囲気感変わりますよね。変わります。どうしたんだろう、うん、何があったんだ。え、まばたきもちゃんとする、すごい。あ、これこれ、向こうを見て目つぶって何かした後に笑う。本当だ、可愛すぎる。何のつもり。え、ショーにしたらだってタッチしたら喋りますもんね。喋ります。何喋ってくれるんだろう。で動くので、喋る、その喋る時の声もあのホワンホワンボイスなのかな。確かに一人だけすごいエコーがかかった。 ASMR をホームでも感じられるのかもしれない。どうなんでしょう。ホームホワンホワンだったらなんかすごいことになりそう、ね、でもボイスも結構その、こちらですね、10回スカウト券なんと、うん、こちら新島専用のスカウト券です。こちらイベリアリゾート、ー海づくしですね。もうね、なんだかいますね。とアンビエンスシナスタジアシリーズの両方が実装されます、うん、まずは、新コーデのイラストを見ていきましょう、うん、気になる一人目はこちらでございます、うん、はい、プリントです。かわいい。シート両欄、めちゃめちゃ綺麗。めっちゃ可愛いですよね。エアースカーペです。潜入者背景も何なんですかね。これどこにいるんだろう。一応テーマとしては仕事着みたいな感じになってるので、まあなんか整備というか、そういう仕事場というのが正しいのか分かんないですけど、夏季厳禁って書いてある、うん、なんか整備してるのかな。右側の端っこ、あ、ほんとだ、なんか火ダメって炎をバッテンしてる、うん、そうそうそう。でもなんか口になんか加えてる、なんだろう、なんか確かにピンって抜いた何かとかかな、なんだろう。すごいかっこいい。めっちゃかっこいいですよね。はい、エアースカーペの潜入者です。続きましてこのオペレーターの新コーデです。はい、マウンテン来ました。かっこいい。うううと読みます。マウンテンのうううというコーデなんですが、はい、うううです。かわいい、言いづらいですね。さあ、このうううはどういったコーデになるんでしょうか。はい、まあ、あの小峠騎士の、まあ、ストーリーとか読まれてるとなんとなくこう、はい、マウンテンとかについても、うんうん、あの分かってきたと思うんですけども、あの身内の葬儀の時にあの着ていた服装というのが一応テーマになっていて、なるほど、なのでそのあたりもし気になる方とかはちょっとまあストーリーね改めて読むとかでもいいかなと思います。この間ヘラオジも出たし、うん、マウンテンも出たし、好きなキャラがいっぱい出てめちゃめちゃ嬉しいですよね。ダンディーなお兄様方のコーデが増えていくのは楽しいですよね。本当に嬉しい、うん、はい、ありがとうございます。さあ、さらに続いてのオペレーターも、新コーデがあります。どうぞ。はい、なんと来ました、ユーネクテスです。ようや交渉と読みます。エッチですね。エッチじゃん。あれ、なんか尻尾の雰囲気変わった。尻尾自体は多分変わらないんじゃない。いっぱい出てるからですかね。アイテム、うん、いっぱい出てるから、つけてる尻尾にちゃんといるな。いますね、鳥ちゃん。かわいい青いやつ。あ、本当だ、青いやついますよ。かわいい。めっちゃドヤっとしてる。そう。これ何に乗ってるんだろう。これ何ですかね、なんか、うん、なんか浮くバイクみたいな感じに見えるけど、うん、後ろにもつながってるのかな、これ。いや、なんかガチャリに入れてるっぽい。ちゃんとロドスのマークついてる。あ、本当だ、後ろにロドスマークだ。じゃあもうロドス加入後なのかな。加入後だ。なんかユーネクテスってちょっとふわっとしてて、うん、ちょっと可愛い感じもあるじゃないですか、うん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 、だけどなんかこの表情すっごいキリッとしてますよね。かっこいい、うん、男前な表情で、うん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 、ユーネクテススキル3でこうユーネクテスと入れ替わって、まあ、ロボットというか、はい、あの出てくると思うんですけども、うん、コーデがちょっと後ろ見てもらうと、うん、後ろ赤っぽい機体があるじゃないですか、うんうんうん、これに変わります。そうなんだ、そうなんだ、すごい、はい、いいな、楽しみ、変わっちゃうんだ、すごい楽しみ。やっぱこのコーデ買うと、うん、この戦って
てる時の変わるのもね、変わるのもね楽しいですよね、うんうん、エンジニアとしてのまあ服装というのがまあ一応テーマになってます、うんうん、エンジニアとしてこれを毎日着てるっていうことです。仕事着、これも仕事着、仕事着、密林の多さの格好やっぱりすごいですね、うんうん、いい、めちゃめちゃいい、はい。さあ、それではですね、うん、続きましてのコーデまだまだあります。こちらご覧ください。はい、リグナでございます。かわいい。漆黒の熱波です。熱波、なんかビグナといえばやっぱりね、音楽披露した下げにいつもしてるから、うんうんうん、ここでやっと披露できるのかな、うん、そんな気がしますよね。戦ってる時もどういうモーションするのか気になりますね。ギュイーンってやったら敵が、ギュイーンギュイーンみたいな。頼むからギターで叩かないでくれよ。はい、横山さん、これはなんかどういった特徴がとかはありますか？はい、これはビグナが自分でコーディネートしたステージ用の衣装っていうのを、かわいい。なんか衣装自体は持ってて、クローゼットの中に眠ってたのを、うん、まあ、あのいつかこれを着てステージに立ちたいっていうのが思いはあったらしくて、なるほど、それを着たっていう感じですね。はい、ありがとう、披露してくれて。ベルト3つもかわいいですね。そうですね、左足。はい、さあ、それではですね、続きましてこちらのオペレーターの、新しいコーデもご覧ください。はい、来ました、うん、クーリエさんです。無言の競争です。さっきのこちらもなんかこっちはベース、ベースです。ギターとベースなんか若干、ね、うん、ペアになってる。バンドで、バンドできちゃいます、ね、バンドできちゃう、バンドできちゃう、バンドできちゃう。なんかでもすっごい寒そうな場所にクーリエ、なんかそうね、雪めっちゃ降ってる、雪めっちゃ降ってる、どうなるのかな、それ確かに。だろ、電気通ってるかどうかわかんない。ちょっと後ろのスピーカーもそれダメじゃない、もしかして寒くて、なんかで一応テーマがあって、はい、あのイエラグの男性はストイックで寡黙みたいなイメージがあるんだけど、うんうん、それをこのクーリエはベースを使うことで変えていこうとしてるのが一応この衣装のテーマ。音楽で変えるみたいなイメージを変えていく。熱いですね。のがテーマ。音の競争ってあるから、もう歌わずに音で、うん、表現する。表現しようっていうのを感じますね。これもモーション気になる。これもギュイン。どっちも先方オペレーターじゃないですか。うん、だからそれぞれちょっとまず奏でさせたいですよね。うんうん、確かに確かに。結構どのコーデもその戦場でのモーションは多少変わったりというか、まあ、見た目が変わるので、うん、あの全く一緒ではないので、結構そこはやっぱり。うん、装備しても着用してもらって楽しんでもらえるといいかなと思います。うん、そうですね。クーリエチャラそうっていうコメントあったんですけど、クーリエって実際使うとめっちゃいいやつじゃないですか。僕のおごりでめっちゃいい、なんかご飯行きましょうとか言ってくれるじゃないですか。うん、こいつめっちゃいいやつだなってずっと思ってたんですけど、あのもしねチャラそうって思った方、ぜひ一度クーリエ使ってみてください。喋ると真面目です。そう、マジでいいやつだな。はい、それではですね、続きまして最後のコーデをご紹介しましょう。こちらでございます。はい、来ました、ブレイズです。爆裂フェリーンというコーデなんですが、これはドラム、ドラムです、ドラムですね。ボーカルがいない。確かに。ボーカルはドクターかもしれない。あ、そうですね、いいですね。でこれは一応、おっしゃる通りドラムですね、うん、ブレイズが自分でコーデしたステージ衣装になってまして、少ない生地にもかかわらず通気性が良くて、でブレイズ の、 あの特徴として燃えるっていうのがあると思うんですけども、はい、うん、燃えにくいような仕様になってますという。なるほど、すぐ燃えちゃうからね、はい、そういったテーマになっています。ギター、ベース、ドラムが揃った木でご覧ください。あ、早速来てますね。わ、どこから触れよう。わ、ま、ず新しいお部屋向か、はい、イベリアリゾートですね。これは新オペレーターシリーズですね、うん、この部屋は。かわいい。まずはこのカニちゃんから。かな、おカニちゃん、共に酒と肉を喰らいに行こうぞ。そういう感じ、そういう感じ、そういう感じなんだ、そういう感じなんだ。酒と肉。じゃあ次はケルシー先生ちょっと来たんで。自身の仕事と責任には馴染んできたようだ。あ、注射持ってる。嬉しくなったな。うわあ。なんだろう、横にあるの。鼻で笑われる。お主が敵であったならば。今頃は真っ二つであるのだからな。すまんな。次じゃあスカジ、はい、私たちは何も守れないわ。そんなことないよ。あの平和な未来をただ望みを託すことしかできない。闇落ちしてる。闇落ちしないで。どうして私はまだこの帽子をかぶっているのかしら。え、帽子なんかあるんだ。なんかストーリー出てくるのかな、うん、伏線かなんかですかね。じゃあ、あとはグレイディアですね。座ってますけど、はい、起きろ。
お気をつけになった方がよろしくていい。お私たちのようなものは所詮皆怪物ですもの。この子皆さんね入手できますからね。そうですね。ドクター、陸地の礼儀を守ってください。配布というか、まあ、イベントで入手できちゃうんです。それとも無礼なのが主力。いっぱい喋ってくれる、ねうんうん、お部屋もすごい家具が可愛い、めちゃめちゃ可愛い。奥のなんかシャチがいいな。お部屋こちら、はい、バンドマン、バンドマン、バンドマンズ2人、これビフトリー、ビフトリーの歩き方すごい可愛くないですか。可愛い、なんかイエーイみたいな感じで、ビガンの髪がちょっとピンクっぽくなっちゃってめちゃめちゃ可愛い。確かに、もっと赤かったのに。はい、よし、あとで何か作ってあげますよ。ほら優しい、ほらいい子、もういい子だよ。何作ってくれだよ。ここまで優しいともうモテない領域なのよ。何かご用ですか。そうですね、確かに、うん、そう優しすぎるんだよなって言われちゃうタイプ、じゃあビグナちゃん、はい、ほちょっと頭を撫でるのはやめて。かわいい。背が伸びなくなったらどうしてくれるの。そしたらドクターが責任を持つよという無責任な発言。何を、私に触らないでよ。え、かわいい、ツンデレ、ね、おい。じゃあブレイズちゃん、うん、なんか暑くなってきたね。汗かいてきちゃったよ。そんな薄い服を着ているのにもっと脱ぎますか。これ以上はあれですねどうしようもないかもありますけど。やめてよ、純粋に。やめてよ、これ本当に嫌がってそう。やめてよ。やめてよ。ですね。次はこちら。はい。おお。え、な、何してんの？待って、待って、すごい。めっちゃ動いてる。めっちゃでかい。すごい。あ、めっちゃ動く。え、すごい。すごい。すごい。マウンテンがめちゃめちゃ前に立ってる。そうですね。先にじゃあ。あ、おお、なくなった。何か困りごとがありそうだな。行ってみよう。お、はい。優しい声で。あ、優しい。いや、あ、なんか食べてる。なんか食べてる。え、お菓子？めっちゃ食ってる。すごい食べ方してる。分けてよ。でも私もあれやる。触る。潜入者だからなんか、うん、潜入中の食料とかなのかな。じゃあ次マウンテン。はい。ドクター、読書の感想でも語り合いましょうか。おお。何ですか？運慶。うん？尻尾すごいクルンクルンしてて可愛い。マウンテンちょっと待ってると、まあ、何を飲んでるのか分かんないんですけども、こうグラスをこう片手に持つみたいな動作がたまに出るんですよね、ちょっと楽しんでないかな。横目で見つつ、うん、見つつ、うん、お前こんなところでしゃがみ込んで何をしているんだ。ドクターしゃがんでんのこれ。頭を撫でてほしいのか。絶対スカート覗こうとしてるじゃん。絶対スカート覗こうとしてるじゃんこれ。ダメなやつじゃん。あ、これはフリントに気づかれました。あ、なんか飲んでる。それそれです。何か飲んでる。オレンジジュースかな。この感じでそれだったら本当だ、飲んだ。で、なんかカラスかな。え、待って、鳥も一緒にいる。そうなんですよ。可愛い。どうすればドクターのように博学になれるんだ。あ、うんうんうん、君も博学だよ。うん、うん、可愛い、うんうんうん、めっちゃ可愛い。チェンもいますからね。あ、チェン触らないですか。チェンは大丈夫です。チェン触らないです。チェンは触ってよ。チェンはみんながね手に入れて触ってください。待ってよ。ラストこっち。はい。W。あ、W ちゃん一人部屋では。めっちゃいい部屋に住んでる。部屋。なんか右奥ビールみたいな冷蔵庫あった。これこれ。どれが本当のあんたなの？ナイフをくるくるして後ろに投げてますね。危ないな。非常に危ない。ここはたくさんのものが増えて、うん、たくさんの人がいなくなったみたいね。いやめっちゃいいですね。めっちゃいい。一番正直気になるこうコーデとかオペレーターはいましたか。いやでもやっぱ私はケルシーちゃんかな。気になりますね。気になりますよね、うん、正直。でもどの子も素敵。気になるしな。そうですね。あ、ミヤが一人で頑張ってる。見られながら。ミヤが友達しよう。ミヤが友達しよう。休まないでくださいって、うん、今度こそ言われちゃうかもしれないから。何遊んでるんですかって言われちゃうから。言われちゃうかもしれない。それではさようなら。バイバイ。バイバイ。今日の公式生放送は以上となります。今回も様々な情報が公開されましたね。これからはケルシー先生とも今まで以上に近い距離感で肩を並べて戦うことができて、とても頼りになるような、
ちょっと怖いような。いえ、なんでもないです。それに、スカジさんの新たな力、どういった出立ちなのか私にはまだわかりませんが、真っ赤なドレスがとてもお似合いですね。情熱的な色というか、ちょっと憧れます。あ、いえ、着てみたいとかそういうことではなく、それでは今日はありがとうございました。引き続きお仕事頑張っていきましょうね、ドクター。私はここに、アークナイツ。